朝日川沿いの谷底平野谷底平野は、河川によって形成される中石平野のうち、山地や大地の間にある細長い低平地を指す。川なり地形の小地形の一種。谷底平野のうち、河岸岸球を除いた低地の部分は、谷底低地という。低平地の形成過程の違いにより、谷底堆積低地と谷底侵食低地に区分される。 河川が運搬する祭設物が V 字国の谷底に堆積し、かつての谷が埋められることで形成される。急瞬な産地の間に発達するものの多くは、歴史の堆積物が卓越し、戦場地的な性質を持つ。小規伏の産地や丘陵の間に発達するものの多くは、砂質の堆積物が卓越し、判断源的な性質を持つ。 低平な大地の間や海岸沿いに発達するものの、多くは、低質の堆積物が卓越し、三角衆的な性質を持つ。すなわち、谷底堆積低地の形成過程は、扇状地、氾濫、原、三角衆のいずれかと同様となる。河川の下方侵食によって形成された、V 字国の川床の勾配が、緩やかになると、下方侵食よりも、速方侵食の作用が、 相対的に大きくなる。速報侵食によって谷底の幅が増加した低地を谷底侵食低地という。表面には薄い歴史の堆積物が見られるが、一部には基盤岩が露出する。大きな河川の上流部では、その地形を利用し、ダムが建設されることが多い。谷底堆積低地の自然災害リスクは、戦場地的なもの、氾断源的なもの。 三角周的なものによって異なる。線上地的なものほど、激しい流れの河川氾濫が生じる。三角周的なものほど、氾濫水の流れは緩やかだが、長期間かつ、水深の大きな淡水のリスクがある。堆積層の構成物質や、厚さは様々であるため地盤の性質も異なる。勾配の急な低地であるため、土石流や流木を含んだ。 激しい流れの河川氾濫が生じるリスクがある。河川の速報侵食によって周囲の山地斜面は不安定になっている場合があり、斜面の崩壊や支流の土石流、それによる稼働閉塞などに注意が必要である。堆積層は非常に薄いため地盤は強固である。そのため地震時の揺れやすさは小さく、液状化のリスクは小さい。 鈴木 P364 鈴木 P368 鈴木 P370 鈴木 P394 ありがとうございます。